はい、こんにちは。今回ね、ご紹介しますのは、ハマーの H2 ですね。で、これは米デュアルモーター自社のハマー H2。ハマーの原点は、アメリカ軍の兵士からハンディの愛称で親しまれた。で、AMG 社製の車製、高機動多目的車両で、この軍用車ハンディを1993年に一般向け車両としたのがハマー H1。 H2 はこの H1 の DNA を継承し、本格的クロスカントリー4人機動車の中でも群を抜く高い悪夢走破性を持ちながら、乗用車としての快適性を重ね備えたフルサイズ SUV と、三重東京の幅広いスクエアボディ、ほぼ直立したフロントガラス、切り立った、ボディサイドパネルは力強さで揺れるを含ませ、かなり類を見ない存在感を、主張。で、320馬力、5200回転の最大出力、49.8g、4000回転の最大出力を発生。で、VORTEC6L、V 型蓄光 OHV エンジンを搭載。4速オートマチックに2スピード電磁制御風タイム 4W システムを採用し、最低出動だけは257mを自転する。で、フロント独立サスペンション、ポーションバーとリア5リンクサスペンション、それに、315mのワイドタイヤ &17インチのリフロア、フォンカーパワーシートを前席に3人掛けのセカンドシート、組み込み式シートベルトを備えた1人掛けサードシートの3列シートである。不要なキーでエンジンを作動しようとすると、燃費計器を遮断し、作動を不審とする盗難防止、PASS、IOC 系を設置し、左ハンドルの上を設定しています。これが2003年の2月に今販売されまして、グレーダーベースグレード、一人スポーツしかなく、価格が786万円と、とんでもなくお高い、車になります。まあ、ハマーというのはね、もう今すでになくなって、メーカーごとなくなってしまいましたけども、アメリカの車で、元はこのシュワちゃんという、アーノルド・シュワルツネッガーっていうね、まあ、シュワちゃんと呼ばれた人がいて、で、あの人がよくターミネーターとか有名な人ですね。で、あの人がその、シュワちゃんがほら、州知事になって、アメリカの州知事になってね、で、議員さんとしてもまあ活躍していたんですが、まあ、あのシュワちゃんがもう、ね、熱狂的なこういうハマーのアニメ支持者でしてファンで、でシュワちゃんがまあこの車を、応援するってことで、この会社を応援するってことで、シュワちゃんがサポートしてですね、でハマーをまあ立ち上げたというか、ハマーを力強くさせたわけですね。で、もともとは、その、まあ、そういう、シュワちゃんなんかもそうなんですけど、まあ、あの方は、要するに軍用車、まあ、戦争とかに、まあ、あんまり戦争に使えるとこしかないんだけど、まあ、そういう戦う時に必要な車というか、まあ、そういった車をすごく、やっぱ気に入ってらっしゃったところがあって、で、それをこう、お使いになってるんですね。で、それでまあこういうふうなハマーなんかも強い支持があったということで、まあこのは、マイストの、ミニカーだと思ったな、なんですが、まあなかなかこれはいい感じですね。でネジもこうプラスネジなんですよ。あんまりプラスネジってのはないですよね。基本的に、ネジはもうこうやって固定されてしまったらもう取り外しができないっていうふうな感じのやつが多いの中で、これは取り外しができるということで、そういう点でも非常に珍しいのではないかというふうに思います。で、ハマーも確かにたくさんあるってはあるんだけど、その中でこの銀メッキ仕様というか、こう言ったのはなかなかないですね。ただ実際にこんなもの走ってたら多分相当迷惑だろうなとは思いますけども、まあ、なかなかこういった車というのも面白みがあっていいのではないかなというふうには、思いますね。というわけで、このどでかいハマーというのが、まあ、私も好きな車の中の一台ですね。一時期、あれですね、亀田兄弟っつって、
ボクシングの、ね、世界チャンピオンだった亀田兄弟なんかも、まあ、このハマーを愛用してで愛車にして乗り回してた時代があったんですね。まあすごいですわな、20代でハマー乗り回すっていうのはねすごいなと思いますけど、さすが金持ちってのはやることがなすことがでかすぎるなと思うんだけど、まあすげえなと思うんですけど、まあなかなかこうやってもう見るかにこう軍用車ですみたいな感じでね、もう見るかにごつい車っていう感じ、そこのところがまたこのハマーの魅力であり良いところであるかなと思います。どうもありがとうございました。